娘を蜜。血。話はもう一度、前の晩の明け方に戻り、桜田町の百姓地へ、命からがら引き上げてきた同志が四人。柔ら藤、柔らい。ろい木にも草にも心を置く風情で、やがら城之助の老宅を叩きました。誰じゃ 奥からは待ち構えたと言った声。南郷をこげんた。相良軍の進。進路を進む。今宮八郎も一緒だ。開けてくれ。酔いのうち、ここに集まって、蓋表の電磁から三万両の秘密を聞いた老子の面々です。待て待て。矢倉城之助は老子の声を確かめて立ち上がろうとすると。兄上様、私が。 いつの間にやら、目を覚ましたらしい妹のまことまだ寝巻きと着替えなかったと見えて、身だしなみの瓶の遅れ毛をかき上げながら、酔いのままの身なりで出てきました。やわら、藤井、早く。外では声を殺して、雨戸に当たる拳が、なんとなく物々しく響きます。黙って、まことの引き開ける雨戸から、 赤月の白明とともに、さっと入ってきたのは、一味四人の老子。取り乱したというほどではありませんが、なんとなく緊張をはらんで、家の中の空気を寒くします。どうした三万両は守備よく取れたか妹の後から、安闘を下げて、やがら上之助。さりげなく言う言葉ですが、気温によっては、妙に皮肉に響くでしょう。 いや、散々の手だと相良軍の進というと守備よく備中髪の,の下屋敷に忍び込み伝次が言った造葉蔵のありかを見つけたまではよかったがその後がいけないここまで話してくると相良軍の進はふっと口をつぐんで南郷小源太の難しい顔を顧みました抗議の艦長と知らずに 二表の電磁を若党に使い、やがら上之助兄弟にあらぬ疑いをかけた南郷小源太は、その償いのつもりだったのでしょう。広く郷を急いで、三万両のありかを聞くと即座に野衆を主張し、自ら基地に飛び込んで、土蔵破りの真似事までもやってのけたのでした。言っても構わないよ、相柄。南郷小源太は、 自分の失敗などにこだわる卑怯者ではありませんが、相良軍の進の方は、さすがにこの後を続けかねます。ドよーグラを破るつもりで穴まで開けたが、惜しいところで見つかってしまったよ。その上、あの、ババ・クランドという容認に追われ、平を乗り越えるはずみに、墓物そを切り裂かれる始末だ。いや、散々の手さ。 ハハハハハ。<laughs> 南郷小源太は自分の失策をきれいに白状してからからと笑っております。とんだことであったな。やがら城之助は同情するというよりは同志の無謀を憐れむ調子でこう言いました。出かけた時様子も探らずに飛び込む危険を解いてくれぐれも止めたのですが流行りきった四人の同志は 自分を臆病者扱いにする調子で、たずのを離れた若駒のように、まっしぐらに、掘った微中の紙の下屋敷に駆け向かったのでした。金は確かに、あの雑用蔵の中にあるぞ。と、鳥のが顔に相良軍の心。それはわかっているが、他に何か変わったことはないか。何もない、が、 カロの上松求めの口ぶりから察すると、三万両の裁量は、ババア・クランドが、仰せつかったらしいぞ。えあの、張り子の釣り金と言われるそうだ。それは大手柄だ。土曜くらい、手の入るほどの穴を開けるより、その方が、どんなに役に立つか知れない。やがら、城之助の顔は、急に活気づくと、妹の誠にめくばせして、 朝の光の覗くのを恐れるように、もう一度雨戸を閉めさせました。にそのババクランドを気候は知っているかと、相良軍土心。いや、知らぬ。が、張り子の釣り金というあだ名は尋常でない。やがら上之助は、妙なことを言い出しました。 道中の容認などというものは、なんとなく賢そうに取りなして、ない知恵もあるように見せるものだ。その中で、ついても音が出ぬというのは、容易ならんことではないかそういえば、その通りだ。ところで、クランド一人で、この仕事は遂げられまい。そえ役は誰だ城之助の頭は、鋭く動きます。それは聞かなかった。何しろ。 母屋から増洋蔵までの間を家老の植松求めが大声で話しながら歩くのを聞いただけのことだから。なるほど。五人の老子はしばらく命名の考えにふけりました。油を吸う、透過がじ、じ、っとなって、雨戸の隙間からは朝の光が次第に差し入ります。 ところで、今度はどうするまさか三万両の要金に、五十三次の旅をさせるわけにはいくまい。と、進路を進む。これは、南郷小源太よりは、いくらか資料がありげにも見えます。微中郎神の下屋敷を見合って、檻があったら、もう一度踏み込むか。と、今宮八郎は、これは、肩肘を山のごとく盛り上げるといった人物です。 いやそれはいけない。一度増用ぐらい穴を開けられた以上は、向こうは極力用心する。多分今頃は、屋敷の内外を、蟻の這う隙間もなく固めたろう。と、やがら上之助。しかし、よそながら見張って、三万両をどこへ持ち出すかの検討だけでも確かめたいな。まさか、角楼の下屋敷から、 ご用金の形で持ち出し、道中、一目もはばからずに、押しのぼせるようなことはあるまい。それでなくてさえ、西洋には気の立っている微中の神だ。進度を進むの話は、なかなか筋が通りますが、やがら城之助は、まだ頭を縦には動かしません。兄上様兄上様その時、城之助の後ろから、 淡い明かりの中へ優れて美しい顔を覗かせたのは妹の誠です。なんだ私にもほんの少しばかり思いつきがございます。申し上げてもよろしゅうございましょうか。娘らしくもじもじしながらもその黒曜石のような目には清純な魂の持ち主だけに恵まれた不思議な英知が輝きます。 マコと殿は知恵者だ。こんな時は女も子供もない良い工夫があったら遠慮なく言ってもらいたいな。と、相良軍の心。これは若さと美しさを別にしても日頃この娘の優れた素質に傾倒する一人だったのです。あら、相良様。マコトは思わず顔を赤らめて兄の影に体を隠しました。が、 まことだの遠慮は無用だ。話して見られるがいい。不愛嬌な南国古言玉でが妙に膝を出します。いえ、そんな大したことではございませんが、私は最良、馬場クランドを見張るのが、一番近道ではないかと存じます。クランドさえ見逃さなければ、三万両をどうして送り出すかもわかり、疎役の顔も、 自然に知れましょう。なるほど。相良軍の進は、まず第一に賛成してしまいました。南悟様方が、一度襲った後まで、下屋敷に踏み止まって、べんべんと、金の番人をする、ばばクランドとも覚えません。クランドほどの武士は、必ず外で工夫を凝らし、思いもよらぬ手段で、金を持ち出しましょう。 時進む誠の言葉には疑いを挟むべき余地もありません。南房小源太も相柄軍の進も、兄のやがら城之助でさえも、黙ってこの乙女の赤い唇、知恵と魅力とに恵まれた不思議な唇に見入るばかりです。三。おみねぼ 相変わらず美しいな。あら、相良の旦那様。北日学を掘った備中の神神屋敷の筋向こうに、芝から六本木へ通う小侍、町人、百姓集のためにできた、ささやかな飲み屋がありました。半分は、空き地を利用した吉曽り、水茶屋というにしては少し野暮ですが、その代わり、西目でパイ一も聞こしめされるし、 自分には茶飯も出ようという重宝な家。野豪の桜屋は、お山に雪のあるうちは、馬の肉も食わせようといった謎にも通います。お見れ坊というのは、店で働くたった一人の女。いかにも遠藤いらしい二十二歳の太っちょで、相良軍の神に相変わらず美しいと言われても、対して両親に恥じないほどの、 修行は積んでおります。女みはですよは？親指を一本立ててみせると、象のような小さい目を白黒にして、奥の方へ顎をしゃくってみせるといった寸法です。ちょうど、くどくにはいいね。相良軍の神は、酒と汁と赤と、年代の力で真っ黒になったかまちの上へ、どっかと腰を下ろしました。 まだ朝のうちで、こんな商売は、滅法勘な自分。商売を預かる女将は、商売柄の朝湯へ出かけ。板前を預かる親父は、奥で一服やっていると言った、いとも和やかなる情景です。あら、に暮らしいお口。お峰は、それでも、人間並みに笑顔を作って、演州島の、とびきり野暮な前だれで、ちょぶ口を覆いました。 武家といったところで、オハー内からしの風邸で、ことに、相良軍の進には、倒幕派の老師といった厳しさは、少しもありません。このあたりの出女にからかいながら、筋向かいの備中の神屋敷を伺う,うには、まず、うってつけの人物です。もっとも、この人物は、西国の大半の浪人で、 大阪の倉屋敷に長くいた関係でしょう。倒幕派の同志の中でも一番骨っぽい、したたかな魂の持ち主のくせに、不思議に融通の利く世才と滑らかな弁舌に恵まれた男でした。何にいたしましょうお峰は少し品を作って、軍の神の少ししゃくれた顔を見上げました。何でも構わないよ。 どうせ、お峰棒の顔を見に来たんだ。あら、その口を本当にしたらどうしますふん、とんだあんちん清姫さ、手もなく逃げ出す。まあ、近いところ、全福地へでも駆け込むか保養しなさいよ、本当に。たちの悪い。お峰は、少しむっとした様子で、調子とチョコと煮物の皿などを整えております。ところでお坊、お峰棒。 冗談は冗談として、お前、金が欲しいかそれとも、男が欲しいかまず、一杯。少しぬくいのを、きゅーとやりながら、さがらんの心。なかなか、口を休めません。少し塩垂れた合わせ、それでも関心に、山の入った博多の帯には、気まじめに二本落として、五分か焼き。長い色白の顔、それが妙に間のみがして、 眼中に涼しさがなかったら、本当に身も心も落ち果てた老人と思われたでしょう。左の手をだらしもなく野草にして、右手でチョコをすかしているのは、酒飲みの作法にはないことですが、心持ちに油断のない証拠でしょう。いざという場合には、このチョコがつぶてになって、右手が早速、 一刀の塚にかかるという語りになります。あら、私のようなものが、男が欲しいと言ったって、どうなるものでしょうやはり、お金の方がありがたそうね。ははは。そうか、よくわかった。男が欲しいと言うなら、この体を張って相談するが、金ならもっとたやすい望みだ。どうだこれだけあるが、俺の頼みを聞き気はないか 声は低いが、妙に真剣さがこもって、野草を抜いた左手が目の前に開くと、中には小判が五枚。お峰の目をきらりといるのでした。四。あ,あお峰坊が驚いたのも無理はありません。チップなどいう気の利いたもののない時代。 バスへの飲み屋の女の収入というと、年に一両か二両がせいぜい。その中から練馬の親元へ仕送りして、怪しげながら身につけるものを整えると、一生奉公しても五両なんという金が残りようはありません。たまに酔っ払った織助などに赤いほっぺたを撫でさせて、心付けにありつくことがあったにしても、ドブロクのお釣りの鍋線が二三枚という、 心細い身の上だったのです。それが、どんな条件があるかは知りませんが、五両で頼みたいことがあると聞かされると、おみねは何より先に震え上がってしまいました。まさか、女房になれというはずはありませんから、相手が武家だけに、荒身の一刀を試させてくれとかなんとか、どうせろくな注文でないことは、あまりにも、 よくわかるような気がしたのです。あ様これでも、ほやがかりですよ。命をくれなんて、無法なことは、おっしゃらないでください。少し、熱い唇の色さえわせます。バーカ、そんなことじゃない。お前にたった3日、長くて、せいぜい5日だけ、この店を休んでもらえばいいんだよ。えあまりの予想外な注文に、お見ねば、 開いた口が塞がりません。お前の在所は練馬とか言ったな。そこへ帰りゃいいんだ。親父が先期で、お袋は血の道で、弟が虫を起こして、手不足だからって、呼びに来たとかなんとか言えばいい。手代わりは、その弁を練馬から持ってきた。いとこがやってくれるから、桜屋の店には不自由はかけない。と、こう言うんだ。わかったが、おみねぼ。おみねぼ。 全く、あっけに取られてしまいました。よくも、こう、しらじらしいことが言えたものだ。といった顔で、相良軍の心の超高絶を聞いております。だって、女様、私にも、父親も弟もありゃしません。わかった、わかったよ。今は殴ったって、昔はあったんだろう。三千世界に、母親一人で、できる子はないって、浄瑠璃の文句にもあるじゃないが。 心配するなよ。弟なんか都合によっては、二三人こじらえたって構わないよ。これでは、おみねぼうも、口の利きようがありません。ところで、善は急げだ。お前の意図を引き合わせよう。おことって言うんだ。名前を忘れたら、何でも、なりものを思い出せ。もっとも、三味線なんて言っちゃぶち壊しだ。わかったか、おみねぼう。 そう言いながら、軍の神が、吉津の外を差し招くと、小腰をかがめて入ってきたのは、田舎島の合わせに、白い手ぬぐいを姉さんかぶりした娘。黙って、お峰のそばに差し寄ります。色は浅黒いが、抜群の目鼻だし、涼しい目も、よく通った鼻筋も、可愛らしいが、キリリとしまった唇は、練馬在の娘とは、 思いもやらない美しさ。お前さんはおみねは、ただ、あっけに取られて、見ているばかりです。さあ、おみぼう、しっかりやってくれ。向こうからお神さんが、ぬれ手ぬぐいをぶら下げて帰ってくるよ。おやいさんは千気で、お袋は血の道だ。たった三日でいいから、手代わりのいとこで我慢してくれ、って言うんだよ。名前はおこと。わかったかい、おみぼう。 いつまでその小判を眺めているんだ。帯の間へでもしまい込みな。大丈夫。買わずにもこの葉にもなりっこはない。軍の神に言われる通り、お峰は小判を帯の間に挟んで、一方、入り口に踏み出しました。外から帰ってきた四十絡みの、口やかましそうな女将を迎えて、さて、なんと口を切ったものかというように、 その、ぐどんに近い顔を、こわばらせます。おや、サワラの旦那様、大層早いじゃございませんかと、み、そこに、ロボットのように突っ立ったお峰と、その後から、浅黒い顔を差し覗かせる美しい娘を、ふり落ちぬ顔で、一通り、眺め渡します。ご、 桜屋の神は大した機嫌で、お峰のいとこという娘の働く姿を見守っておりました。第一、美しさが抜群で、色こそ浅黒いが、これなら、往来の青侍、コアキンド、百姓衆の足を縛るに十分です。至って無口ですが、愛嬌があって、鳥なしも気が利いております。それに、一番嬉しいことは、 手土産に持ってきた菓子やハンゲリが、どう踏んでも、二重より安くはありません。三日や五日の手代わりの娘の土産にしては少し手抜きですが、お峰が世話になりますから、という工場を添えられると、こんなものをもらっても、大して、決まりが悪くないような気もします。おことや、お前、練馬へ帰らずに、いつまでも、 ここにいる気はないかい給料のことは、また、親元と相談してみるから。はい。そう願えれば結構ですが。お峰さんの方は峰なんかどうだって構わないよ。あの娘には、少し持て余しているところだから。おことは黙って、客の膳を引いたり、その辺を拭いたりしておりました。店の隅に、 んがにともせずに、この様子を見ているのは、他ならぬらぐ軍のんこれは朝から三度もやってきて、おことの顔ばかり眺めておりますが、お神は少し気の早い狼、といった心持ちで、そしらぬ顔をしております。おことは、本当によく働きました。美しい上に、頭の働きが抜群で、 まだこんな仕事になれないはずなのに、お峰などに比べると、はるかに巧みにさばいて、本当に美しい蝶々のように、店の中を駆け巡りました。この娘を一年置いたら蔵が立つ。女将はそう思いながら、おことの立ち、店を明るくする不思議な雰囲気の発散者を見守っております。 しばらく立て込んだ人が帰ると、おことは、次の注文を聞く様子で、さがら軍の心のそばに近づきました。いやあ、待っていたぞ。さっきから、あまりの忙しさで、呼ぶのも気の毒だったが、もう大丈夫だろう。ちょいと尺をしてくれ。はい。あの、おことは、物慣れぬ様子で、もじもじしながら、調子を取り上げました。 ありがたいな。お前の名は、何と言ったっけおごとそうか。練りざいから今日来たばかり。そうか。これから頼むぞ。拙者は、サガラ。というロにもモノだ。今日は三度目だが、毎日、一度ずつは来る。とっとっと、散ります。散ります。はははっは。尺はまだ素人だな。その方が結構。 決まりを悪かることはないぞ。言いたい放題なことを言う相楽軍の心を、おことはおよそ恨み多い目で見つめております。お前の尺で飲むと格別うまいな。おことは黙って取り上げた調子、どこへ触ったか、パタリと取り落とすと、かまちに当たって真っ二つに割れました。かまちの板も薄べりも、 サガラグンノの合わせの裾も、酒でめちゃめちゃ。おあ、ごめん遊ばせ。つイッと、両家の娘らしく、小腰をかがめると。はああ、まあ、どんなそうそう。女将は慌てて、奥へ立ちました。同時に、恥じらう風情で、うつむいたおことの唇は、たらいもなく酔っているらしい、サガラグンノの耳へ。 サガラ様、ババクランドの祖役は、コイルギ・ヘイダイユーに決まりました。と、囁きます。あのゆるきの。さようでございます。どうしてわかった、マとと殿。ほった微中の神屋敷の中元どもの口から、それに、コイルギ・ヘイダイユーは、朝から二度ほど、ババクランドの屋敷を訪ねました。ありがたい。それだけわかっても大手柄。 また、引き続き、お頼みもすぞ、誠殿。はい。ふと、顔を上げた誠。帳場からは、こちらを見つめている女将と、目と目がデくわワスと、とそのまま、自分の袖を、かまちの酒の上へ、惜しげもなく、さっと、かぶせてしまいました。六。 おこつと,というのは、言うまでもなく、やがら、じ之助の妹も木綿の飛び切り粗末な合わせに、にわかいくの黒いりをかけ、もえ木の風呂敷包みを一つ持って、そのまま桜屋のお店へ、手代わりのこんなに住み込んだのでした。桜屋に、美しいのが来たという新聞ねが、瞬く間に飛ぶと、わいの大名屋敷、 ほった微中の神をはじめ、内田修善の将、安倍、張馬の神、京国、生きの神などの屋敷から、中原小物が入れ替わり、立ち替わり、やってきます。その間に立ち混じって、誠は、全く、よく、働きました。非凡な才能と、たぐいれなる美しさを恵まれた娘は、どんな境遇にも、順応していける。 素晴らしい流動性を持っていたのでしょう。二日目には、もうすっかり慣れてしまって、女将の目の色を察して、どんべいの客の調子を控えたり、懐の温かそうなコアキンの前に、小皿盛りの追加を無限に並べるコツまで得得してしまいました。ひとばたり、昼の客を介して、店の中が、 まばらになったのはやつ下がり、まことはほっとした心持ちになって、長和合子の前の柱にもたれておりました。ちょうど、安政五年、正月の十七日、柿老、掘った微中の神の上落が三、三四日の間に迫っていることは、世情の噂にも、うすうすは、見当がついております。 三万両の御用金。道場を買収に用意される金は、どんな形で江戸から持ち出されるか。張子の釣り金と言われた、桜一般の怪物、ババクランドの巡らす新産希望。を少なくとも、ここ一両日の間に限らさなければ、誠の努力が水の泡になるばかりでなく、江戸在住の倒幕派の創始は、 髪型の同士からデク扱いにされるかわかりません。誠は足ずりしたい心持ちになってじっと目を伏せました。どうしてこの難局を切り開き、兄、城之助をはじめ、死にもゆる同士の活動を助けようか、もしうまい手るがあって望む消息が聞き出せるものなら、どんな犠牲でも、 とうところでないといった乙女らしい感激が波のように胸の内を巨来するのでした。ふっと何やらひそひそ話が耳に入ります。いよいよ、こんばんだよ。俺を大島屋敷から持ち出すのかいそうだとよ。次はどうだい本庁の泉屋さん。シェ 声が高いよ。ように重大らしい囁きにそそられるように、顔を上げてみると、忘れたような店の隅に、筆に十文字の門のついた発っを着たすけが二人、少し缶ざましになったとっくりを、執念深く絞りながら、重大そうに顔を寄せているのでした。お缶を直しましょうか まことが、美しい顔を持っていくと。すまねえが、もう一本つけてくれ。もう、雫もねえや。くれっからと通しだから、かみはいい顔をしねえが、そこはなんとか、うまくやってくんな。明日になれば、うんと金が入るぜ。嘘じゃねえよ。望みとあらば、小判というものを、おがましてやってもいい。へっへっへ。下品な笑顔をあげて、赤い鼻の先に、 とぐりを振ってみせます。ええー、どうぞ、ゆっくり召し上がってくださいまし。その息だよ、お姉さん。へっへ、大峰じゃそんなわけにはいかなかったが、姉さんは様子ばかりじゃねえ。気前もたいしたものだね。ま、ことは、言葉少なに調子を受け取りました。飲み口を開けたのは、この店には不相応な顕微し、 おかみがう場から、げんな顔をして見ているのにも構わず、少し厚めのんにして。おまちとさま。二人の折り付けの中へ押しやりました。ありがたい、さん。せっかく、お前のような美しいのが来たのに、俺たちはしばらく旅だ。どちらへいらっしゃいますなに、ちょっと、し、一人の口が、 危うく滑りそうなのを少し酔いの浅い方が慌てて止めました2人の織助の話は謎のようでつかみどころはありませんがとにかく織った備中守の,の下屋敷から何か重大なものを今般本,本町の泉屋まで持ち出すことだけは疑いもありません。 本町の泉屋というのはその頃日本橋切手の呉服太物問屋で本棚は京都にあるという話を聞いておりますが武家育ちの誠にはそれ以上の消息は少しもわかりません誠は二人の織助を介してから何遍ものれんの外を見ました昨日は三度も来てくれた相良軍の信が今日はまたどうしたことか朝から一度も 顔を見せてはくれないのです。そのうちに夕飯時が近くなると、また客が立て込んできそうで、誠は気が気じゃありませんが、目と鼻の間と思って、別段合図も何にも決めなかった手抜かいを後悔するばかりです。いたか兄。ふい,いにい、後ろから、町内の若い衆らしい男の声。誠は、 はっとしてのれんから首を引っ込めるとなんだい返事をしたのはまとの前ちょうど桜屋の棚先へさしかかったこれも町内の若い者らしい男ですよべえさぎあったってね桜田町のかうんあのやがらとかいう浪人者がまさか御用聞きの二表の伝次を殺した下手人とは気がつかなかったよ まは息を呑みました。兄の上へかかる重大な疑いはあまりにも予想外だったのです。かげろうのおれんが刺した電磁の死体はその晩のうちに一応始末はしたつもりですが、どぶ板の上に血がついているとかなんとか、おかっぴきににらまれるだけの手ぬかりがあったものでしょう。1日に3度はきっと来ると言った相良軍の神が、 朝から見えないのも、おそらくそのためでしょう。その事情が分かると、何にも知らずに、軍の侵を待った時よりは、またいっそ、誠の心配が深刻になるばかりです。ところで、その浪も者は捕まったのかいと、さっきの男、少し店の前は遠のきましたが、声だけは手に取るように聞こえます。逃げたとよ、恐ろしく、腹のいい野郎で。 取り方が向かった時は家の中は空っぽだったって言うぜ。へえ。それを聞くまことはずわずのれんにすがりついた手を離してほっとしました。無関心に話していく若い者の後ろ姿、拝みたいような心持ちで。あの家には老人者が二三人いたはずだが、素人するものがあって司法を取り囲んだ時は。 主人のヤがらとかいう浪人が一人っきり、すまして、おかっぴきを消し散らして、どっかへ悠々と逃げてしまったとよ。俺は懇意な御用気から聞いたが、近所の衆にも騒ぎを知ってるのは、いくにもなかったそうだよ。へえ、恐ろしく器用な奴があったものだね。ところで、あの浪人には、美しい妹があったっていうが、どこへ行ったろう それがわからないから不思議さ。ないない、お前は探して待ってるんだろう。冗談言っちゃいけねえ。こいつとらのおはに合うような玉じゃねえ。二人の若い衆はもつれ合うように話しながら、本村町の方へ姿を隠しました。それを見送った誠は、なんとなく目の前が真っ暗になるような心持ちです。 倒幕派の創始の宿みたいになっている家ですから、その点手が回るのに少しも不思議はありませんが、二表の伝授の下手人として、取り方が兄を狙ったという筋は、賢い誠にもちょっとたどりようはありません。神役人が伝授の死体を見つけたとすれば、主人の南光古元太へ疑いが向くのが本当です。第一、 あの事件を知ってる者は、四人の同志の他には、電磁を刺した、オレンとかいう女の他にあるわけはありません。もしや。誠は、不思議な疑いに、罠なく胸をかき抱きました。八。おことや、何をしているんだい立て込んでくる客の間を打って、 おかみのじれた声が、まコとのそびらをたたきました。は、はい。まコとは飛び上がるほど驚いて、店の土間へ帰ると。酒だよ、ナやさん。いしめをもらおうか。飯、飯。ガキ道に落ちたような客の間を泳いで、まコとはしばらく用事をさばきましたが、恐ろしい不安と疑いは、容易のことでは、 あまからりりそうもありません。ちょうどそのとき、あ、はあ、お前なんかの入る場所じゃない、おかえり女将の激しい声に驚いて、まことは今まで自分が立っていた入り口へ目をやりました。のれんを開けて、薄暗い店の中へぬっと頭を入れたのは、にしめたような手ぬぐいで顔を包んだ、汚らしい小じき。 そう言わずに、かみさん。一杯飲ましてくんなよ。喉が渇いてたまらないんだ。おかえりよ。おかえりったら。いけずずしい。物もらいじゃないか。かみの声は、張り切った調子を少しも緩めません。そう言わずに、かみさん。金はうんと思っているぜ。いけないよ。金づくでお前たちを客にしちゃ、のれんに関わるじゃないか。そんな大したのれんともあるまいよ。女将さん。 ご嬢だから、なんて戦だ。帰らないと、水をぶっかけて、犬をけしかけるよ。女将の剣幕の恐ろしさに、小敷はひょいとお辞儀をしましたが、そのとっさの間に、まことは不思議なものを見てったのです。ものすごいほど汚れた顔、赤じみた手ぬぐい、念入りにボロボロの身なり。小敷としては少しも隠るところはありませんが、 首をかしげた拍子に見た襟首からは、瓶漬け油で固めた艶のいい髪が、ほんの少しばかり覗いていたのです。そう思えばどうやら、言葉の調子を聞いたことがあるような気もします。おかみさん、うるさくて、しようがありませんから、裏へ回して、残り物でもやりましょうか。と、まこと、鳥主顔に言うと、そうでもしておくれ、本当に。 ようのないものもないじゃないか。客商売の家、看板の入る自分にのれんをくぐる面じゃないよ。嫌がらせもどのあったものだ。まだプンプンとしております。まことはそれには答えず、客の残り物を二皿、三皿一緒にして、土間を突き抜けて裏口へ回ると、こじきは早くもそこへ先回りをして、まことの来るのを待っていた様子です。まことの、 やはり、相良様。桜田町の老宅は大変なことになりましたぞ。それは聞きました。皆様こぶしで。命に別状ない。引き上げた先は拙者の老宅。いやはや、ひどい目に遭った。この鳴りをこしらえて暗くなるのを待ちかねてやってきたが、いつどこで露見するかもわからない。誠殿、さらばじゃ。相良軍の神は夕闇の中へ。 さっと消えそうに身構えます。相良様、こちらにも大変なことがございます。おいすがってまこと、汚い軍の神の袖へ、思わず手がかかりました。何堀田備中の神様島屋敷から、今宵のうちに本町の泉屋へ、何かは知りませんが、重大なものが移されます。え、それは大変。誰から聞きなすった堀田の織助の、 ひそひそ話を。よし。それで何もかも分かった。まこ誠殿もお役済みだ。早速、き上げたがよかろう。追って、後から参ります。兄上はじめ、一度、接くで待っているぞ。はい。闇の中へ、消えていく軍の神の後ろ姿を見送って、まことは手に持った皿の中の残り物へ、あさましくも涙ぐましく目を落としました。